今日は NHK マイルカップになります。でまずはね、最近の競馬ニュースをちょっと触れていくとね、まあ俺が散々いじってきたロックディスタンが引退と、やっぱちょっと気象的に言っちゃってたんだろうな。去年のね NHK マイルカップ最下位というロックディスタンがね、まあ俺も散々アンチ頭がロックディスタンってずーっとねちょっとネタにしてきたんだけどね、まあ引退となるとねちょっと寂しいね。やっぱりほんと気象がいっちゃってたんだろうなと思ってますよ。あとねブラストワンピースがねルメールに乗り換わりと、まあちょっとこれはね池野添さんがねちょっとかわいそうかなと思ってますよ。俺は凱旋門どうなるのか全然わかんないけどね、サートルとか出ないのかな、よくわかんないけど、まあ、池添え乗せてあげればいいと思うけどね、池添え騎手を。めちゃ、あの馬そんな強い馬じゃないんだけどな。だから、まあ、日本じゃ合わないけど、凱旋門じゃ合うかもしんないからね。あの有馬記念が特殊な馬場だっただけでさ。あと、まあ、ちょっとね、NHK マイルカップに関わることなんですけど、今日、東京競馬場が急に氷が降ってきて、まあ、中止になったと、10レースから。こんなことあるんだね。まあすごいね、ちょっと高速ババアすぎてね、なんかちょっと雨パラッと降ってほしいなと思ったんだけどね。本当に多分あのまま行ってたら NHK マイルカップ31秒台、1分31秒台になると思ってて、またそんなことになるとね怪我したりするんで、馬が少しは重くなってほしいかなと思ったんでね、氷降ってくれてよかった。まあ氷じゃなくて、まあちょっとパラついてくれればよかったなと思って、未勝利で1分33秒台だったから、もう、これはもう、やばいな、という感じですね。まあ、あとね、デケター先生。あの人また休んでるんだね。やめたの？休んでんのかわかんないけど、また休んでるんだなと思って、やっぱ、YouTube のチャンネルを維持していくっていうのは、すごくエネルギーがいることでね。まあ、あんな先生でもね、やっぱり、まあメンタルいかれると思うよ本当に。まあ民度が低いからね、やってられなくなるのも気持ちもわかるからね。でもあのデケター先生のあの東京競馬場で視聴者と行ったイベントはすごく面白かったなぁと思って、まああんまり予想とかそういうのは全然見ないんだけど、あの企画は自分もやろうかなと、将来みんなと行きたい人と一緒に観戦してみたいなと思ってるんでね。なかなかちょっと勉強になったね、あの動画は。ついでにアンチのことをね、言うとね、まあ、ほとんどのことは、まあ嫌なら見るなと、だったらお前がやれで全部論破できるんで、まあそんなに気になんなくなったね。その二つで大体論破できるから、まあそれ以外ではちょっとド素人に絡まれてね、なんか、まあ天皇賞春のことで、どうせ来ないチェスナットコート買うならね、グローリーを買っとけと。言われたんだけど、後出しでそんなこと言うのはね、もう本当に頭おかしいんだよ、本当頭湧いてんだよ。ほんとクソド素人がさ、な、後からだったら誰だって言えるんだよ。だったら先に言えっていう話でさ、まあ、チェスナットコートじゃなくて俺がエタリオとかさ、ユーキャンスマイルとか上に取ってさ、買ってればさ、別に何も言わねえんだよ。こいつは多分、チェスナットコートを買った、意味がわかんないから、意味がわからないことを否定するんで、自分にはわからないことを否定するんだよ。エタリオを上に取るより、チェスナットコートを上に取った方がずっといいっていう意味もわかんないんだよ、ド素人だから。チェスナットコートを上に取った方が、どっちにしろはまあ着外なんだけど、でも買う金額が変わってくるわけよ。買う金額か、まあ払い戻し金額が変わってくるわけよ、もし来た時の。まあ、どうせ来ないにしても、穴馬を上に上げた方が、金額が少額で済むっていうことなんだよ。まあ、ちょっとわかんねえだろうな。難しいかもしれないけど。で、まあ、チェスナットコートは10番人気で、6着にね、人気より着順を上げてんだよ。そういうこともわかってほしいんだけどね。ちょっと伝わんなかったね。で、あんだけさ、完璧な予想動画をさ、低評価を押す、ほんと頭が湧いちゃってんだよ、マジで。
ほんと頭いかれてんだろ、バカかおめえら。あの動画を低評価押すやつはもうほんとにど素人。素人中の素人だよ。びっくりして100超えててさ。マジ頭湧いてんな、マジで。びっくりしたぜ。久々にムカついたね、あれは。まあ言いたいことは言っとくんでね。まあちょっと最近優しすぎたなと思って、久しぶりにちょっとね、まあ言っとかないとね。じゃあ本命成績いきますか。1着14回、2着5回、3着3回、着外33回、勝率 25.5%、連帯率 34.5%、副賞率 40%、単勝回収値103円、副賞回収値62円と。まあ連勝してるんでね、サートルから。サートルからフィエールマンってね。一番人気だけど、まあ連勝してるんでね。まあ若干単勝回収値も上がって、103円と。まあでも、本当に、一着を本命打てるのは結構嬉しいね。パフォーマープロミスも対抗にして3着に来たんでね。それは嬉しいんでね。じゃあ行きますか。2019年 NHK マイル。本命は、3番、ダノンチェイサー。オッケー来たぜ。ダノンチェイサーだよ、本当に。まあでも正直ね、あんまり、このプレゼンできないんだよな。先週もね、バカなアンチがね、知ってるようなことばっかり言ってんじゃねえみたいなこと書いてきたんだけど、まあ速攻ブロックしたんだけど、俺しか知らないことは、まあ出さないよ。動画には出さないんだよ。そこは。それはもう昔から決めてて、みんなが上手くなっちゃったら俺が勝てないっていうのは。まあそういう、ね、本当に大事なことはね、そんなに、ただでね、手に入るとは思わない方がいいよ、本当に。みんなが知らないようなさ、情報はさ、ただで手に入るわけがねえんだからさ。そんぐらいはね、そんな甘くないよ、世の中は。だからまあ、あんまりちょっと、言えないところが多いかな、ダノンチェイサーを本命したのは。だからあんまりプレゼンできないんだよ。まあ今回ディープ3個をね、一番上に取ったんだけどね。まあ団地比系がいいとは、母方に。団地比系を持ってる馬がいいんだけど、まあそれと、まあ川田騎手と、まあ早い時計もまあ、金木星特別でやってると、そんなとこかな。まあ外球馬出ててね、まあでもあんまり良くないんだけどね。でもまあ走りとかは見たけど、別にそんな特段強い、とは思わなかったけどね。全然あの、1番人気、2番人気と実力が結構かけ離れてるとは思うけど、どこを押せばいいかちょっとね、難しいね、これ。言えないところだらけなんで。まあ、そうだよね。まあ、指数が1位になっちゃったとしか言えないんだけど、難しいね。これはちょっと言えないな。言えるところがほとんどないね。血統もいいし、まあ、川田騎手もいいし、軽級者だしっていうところで、よろしくお願いします。まあ、しがらきだしっていう、そんなところで、まあ、よろしくお願いします。本当に、ちょっとね、プレゼンしづらい、今回は。本当に、まあ、しょうがない。歯切れが悪いけど、言えるところがない、あんまり。外国人騎手の二人をね、ちょっと解説すると、まあ、レーン騎手、まあほんと東京と新潟ばっか走ってるし、まあ東京でも勝ちまくってるし、まあ重賞でも勝ってるんで、この騎手はもう大丈夫です。もうほんと、馴染みのない騎手かもしんないけど、もう全然大丈夫だよ。オーストラリア出身のレーン騎手。まあミルコなんかよりずっと信頼できると思うよ。マジで。まあ直線の長いコースばっかしか走ってないしさ、アブドゥラ騎手もね、まあこの、騎手もオーストラリア出身で、まあ成績も抜群にいいしね。まあ東京経験少ないんだけどね、まあ、全然大丈夫だと思うよ。少ないけど、成績いいし。まあ左回りは中京でね、中日新聞杯3着来てるし、まあ、重賞も、まあ馬券に来てるし。まあ、普通に騎手の成績がいいんでね。この騎手も全然大丈夫なんで、安心して買ってください。グランアレグリアのね、ちょっと、ことを言うとね、まあ3番手にしました。だいぶ、落としちゃったんだけど、まあ実際走り見たら強いし、本当に強いし、まあ時計も、
早い時計対応してるしね。まあ NHK マイルはちょっと毎年早くなるんでね、早い時計が出せる馬じゃないと来ないんで、それにもまあ対応してるしね。ただ唯一ね、気になる点はね、やっぱ感覚が一番詰まってんだよね。感覚だよね、レース感覚が詰まってて、あと天栄にも出してないと。ここだよね、ここがどうなるかってとこだね。ちょっとここで評価落としたかな。まあ天栄出てたら多分本命だったかもしれないけど、気になる。まあ重箱の隅をつつくかもしれないけどね、そこだけがねちょっと気になりますね。対抗は6番のねグルービットなんだけど、まあさっき言ったレーン騎士でね、まあこれも間違いないし、まあ8チスペシャルウィークはいいんでね、このレース。でまあこれはもうエアグルーブのね、品系にエアグルーブがあるんで、ね、まあドラメンテとかね、そっちの謹慎がそっちにあるんでね、まあボケも間違いなしと。ほんでロードカナロは3組だったし、血統も抜群と。前走初芝でね、まあこっから多分まだ上積みあると思うんでね、これはいいと思うね俺は。ただ距離延長が嫌だけどね、それは嫌なんだけど、でもまあこれ対抗にしました。でね、ほんと俺初めてもしかしたらね、ハットを打つかもしんない、印を。ほんと指数足りなかったんだけど、とすごい買いたい馬がいて、すごい大穴なんだけど、もしかしたらね、今まで自分でやってきたね、このスタイルを崩してまで買いたいかもしんないね。ハットを買うかもしんないね。その馬はね、まあ、1番、クリノガウディ。これはいいでしょう。まあ、1枠2頭なんかもうほんと臭いんだよ、この2頭は。クリノの馬がね。まあ、内枠でしか構想してないと。スプリングステークスはちょっとダメだったんだけど、まあ、シンバも、フューチュリティもね、内枠だったんでね、勝ったのは。1番枠だったんでね。んで、前走、サツキ賞でまあ、外枠引いたんでね。それでいてまあ、この馬、距離長いんじゃないかな。サツキ賞長かったと思うよ。もしこの馬がね、マイル以下が得意でさ、だとしたらもう全て好転するわけよ。条件が1番入ったし、距離短縮だし、どう頑張っても指数ね出なかったけどね、7頭に入んなかったけどさ、まあ8番手の指数なんだけど、ちょっと入れるかもしんないね、クリノは。まあこの藤岡雄介騎手も去年ね勝ってるしね、これはいいんじゃないかな。まあ全印と買い目と新内競馬新聞はブログの方に載せるんで、ちょっと遅くなるかもしんないね今日は。ちょっとね、買い目がね難しい、買い方がすごく難しい。でクリノを入れるかどうかも難しいから、時間かかるかもしんない。あとまあ新内競馬新聞もね、まだ予想が全然募集してるんでね、我こそはっていうね。まああと実況動画もよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。OKOPTV 競馬チャンネル、いくぜ。